ダガオピガス、ここに。は、義経を読んでおりまする。私がついておらなかったばかりに、我が主、ダガーは。お言葉なれど閣下、私はクリスタルを持っておりませぬ。仮にクリスタルがあったとしても、新たな騎士を迎えるつもりはござりません。我が騎士、我が主は、鉄火マンダガーただ一人。この右目が夜泣きするのでございまする。閣下、どうか、主の仇を討たせてくださりませ。どうか、どうか。ダガーペガス。漫画版、鉄火マンブレードのヒロインである。そもそも、ダガーにペガスって何って話である。ダガーペガスは原作のアニメ、鉄火マンブレードには登場しない。宇宙の騎士鉄火マンブレードは1992年放送のアニメだ。1991年制作のオリジナルビデオアニメーション、デトネイターオーガンに触発されて作られたという話もあるが、1975年の放送のアニメ、宇宙の騎士鉄火マンのリメイク作品である。騎士の甲冑をイメージしたパワードスーツに身を包み、宇宙を舞台に槍をぶん回して無双するスペースオペラである。人類がオービタルリングなる軌道エレベーターを完成させた未来の地球が舞台。そこに攻めてきた謎の雲型宇宙怪獣軍団ラダム。ラダム銃を指揮する宇宙の騎士テッカマンたちにより、地球は滅亡の危機に陥っていた。しかしただ一人、仲間を裏切り地球のためにラダムに立ち向かうテッカマンがいた。その名はテッカマンブレード。デンジャラスボーイと呼ばれた彼の狂ったディスティニーが始まる。大体そんなあらすじである。アニメは好評で続編も作られた。画期的だったのは、主人公と同じ能力を持っているが、それぞれ特化したスキルを持った敵が次々と登場するところである。このフォーマットは2年後の機動武道伝 G ガンダム、2002年の仮面ライダー龍騎など、現在も様々な作品が踏襲している。登場するテッカマンたちはそれぞれ武器の名前を冠しているのがかっこいいのだ。テッカマンブレード、テッカマンダガー、テッカマンランス、テッカマンアックス、テッカマンレイピア、テッカマンソード、そしてテッカマンエビル、テッカマンオメガ。ちなみにこれがテッカマンダガーのフィギュアである。その武器はもちろん弓。こんなはずでは。ちなみにテッカマンブレード2では、前作のヒロインアキが管理職に昇進し、部下の3人のテッカマンを指揮する。テッカマンイーベル、テッカマンベスナー、テッカマンゾマー。武器と全然関係なし。なぜそこで季節感を出すと思ったが、あ、と思った。さて、漫画版はアニメとだいぶストーリーが違う。スケジュール的にそうせざるを得なかったという。タイアップ漫画ではありがちなことである。漫画とアニメの一番の違いといえば、ブレードの相棒であるサポートメカペガスの立ち位置である。アニメでは地球人の科学力で作り出されたペガスが、漫画ではラダム製になっており、ブレードだけでなくそれぞれの鉄火マンに1体ずつペガスがいるのだ。しかし実際の漫画の中で活躍の場が与えられたのはダガーペガスぐらいだった。活躍の場が与えられすぎたという話もある。さて、このダガーとダガーペガス、まるでうまくいっていない夫婦のようなのである。ダガーペガスはダガーラブなのだが、ダガーはペガスを毛嫌いしている。足手まといだ、ついてくるな。されどダガー様、ペガスは騎士と行動を共にするもの。わしにはペガスなど不要だ、この薄のろのデクが。なぜそうまで私を忌み嫌われるのです。私のどこがいけないのです。お教えくださいませ。直しまする。ダガー様、どんなことでもいたしまする。重い。まあ、ダガーペガスを嫌うダガーの気持ちもわからんでもない。ちなみにダガーペガスは同僚のテッカマンたちからも薄のろだと蔑まれている。この同僚の悪のテッカマンたち、アメリカンスクールの不良っぽい。テッカマンはペガスと合体することで変身するのだが、なんとダガーとダガーペガスの2人は一度も合体したことがないのである。それをコンプレックスに持ちながらもひたすら愛を貫くダガーペガス。ダガーが死んだ後も再婚する気は一切ないのだ。ちょっと重い。というか、かなり重い。ちょっとダガーペガスを流行りの擬人化にしてみたらどうだろう。
この絵を脳内に思い浮かべながら、もう一度動画を見返してほしい。さて生前、ダガーはペガスを遠ざけるために、あることをした。そう、鉄火マンダガーは、自分の右目を引きちぎって、ペガスに渡したのだ。ダガーペガスもあれだが、鉄火マンダガーも相当あれである。よくわからない行動だ。そんなやつ、セイントセイヤの中でしか見たことがない。ダガーペガスは、ダガーの右目を肌身離さず持ち歩き、ブレードに復讐を誓うのだった。ちなみに、このペガスには、アニメスタッフの制作裏話がある。ペガスは、先ほども述べたように、テッカマンを収納し、変身を手助けするというメカなのだが、その身長を、テッカマンの 1.2 倍に収めなければいけないという、デザイン上の制約があったそうである。なぜかというと、おもちゃを売るためだ。大きくしすぎると、コストが跳ね上がり、おもちゃが売れなくなってしまうのである。そして、これが、テッカマンブレードのプラモデルの試作品の写真である。このプラモデルを売るためにブレードは模型店で働いたり、ファンと握手会をしたり、ありがとうございます、おさまわりをして頑張った。苦労の甲斐あって、テッカマンブレードのプラモデルはグッドデザイン賞を受賞したそうである。エビリューやソルテッカマンのプラモデルも発売される中、ペガスのプラモデルはついに発売しなかったそうである。大人の事情。ダガーもバカな奴だ。こんな立派なペガスを持ちながら。我が騎士を愚弄することは許さぬ。さて、ダガーペガスはブレードにしつこく食い下がる。ブレードはそんなダガーペガスに優しい言葉をかける。戦力差は明らかだが、ダガーペガスはせめて人たち浴びせようと頑張る。そう、死んだ主、鉄火マンダガーの魂の浄化のために、この体バラバラに、たとえ砕け散っても、元よりペガスごときにテッカマンを倒せるなどと思うておらん。せめて人たち浴びせまではブレードを。ダガーペガスが最後の力を振り絞って放った人たち、なぜかブレードは避けなかった。気が済んだか。なぜ避けぬ。お前のその目だ。この目は主の方に。そうか、ダガーのペガス嫌いの理由が分かったぜ。お前は人間的すぎる。お前のその一途さが人間だった頃の心を呼び覚まし、冷酷なテッカマンとしての奴の精神をかき乱すのだ。その目はダガーが人間だった頃の目だ。あの心優しいフリッツだった頃の目だ。ダガーは一遍だけ残った人間の心をお前に託したのだ。ダガーピガス、俺と一緒に来い。ダガー亡きがアダムに未練はあるまい。俺が目的を達したと喜んでお前に打たれよう。ブレードとダガーペガス、二人の心がわずかに通い合ったと時のテッカマンたちが集結。ブレードとダガーペガスが不良集団にボコボコにされたところで、掲載誌の都合により漫画の連載は終了した。多くの読者がダガーペガスはどうなったんだと叫び、掲載誌のコミックコンプを床に叩きつけた。コンプ編集部に抗議の電話が殺到した。2年後、1994年に発売された単行本で完結編80ページが書き下ろしされた。その話の中でダガーペガスのパーツは修理部品として流用され、ブレードペガスの体内で生き続け、共に戦うことになった。生まれ変わったその姿はアニメ版のペガスと同じだった。アニメが終わって16年の月日が流れた。2009年、ついにペガスが商品化された。大きさは 1.2 倍どころじゃなかった。ウプ主はまだ変えていない。